宮脇明1月29日隊は、日本の生態学者、地球環境戦略研究機関、国際生態学センター長、横浜国立大学名誉教授、岡山県川上郡成和町出身、広島文理科大学生物学科卒業、元国際生態学会会長、児童文学者の宮脇敏夫は2位。宮脇が、婚職。 密食型食樹として提唱する鎮樹の森国内外で土地本来の潜在自然植生の器具を中心にその森を構成している多数の種類の樹脂を混ぜて植樹する混食密食型食樹を提唱し活動している。日本の常緑紅葉樹を主とする商用樹林帯では土地本来の森は0.06%しか残っていない。 ほとんど人間が手を入れて虹林や人工的で単一樹種の角一樹林にしてしまった。これが台風や地震、洪水などの際の自然災害の揺り戻しが起こる諸悪の根源である。その土地本来の潜在植生は珍珠の森を調べればわかる。大抵、C、タブの木、カ種類の木々が茂っているはずだ。という。 特に、杉や檜の木、カラマズ、松などの新葉樹林は、人間が材木を生産するため人工的に増林したもので、人が手を入れ続けなければ維持できない。本来の植生は、内陸部では、白樫などの常緑紅葉樹、海岸部は多分の木、シートのいずれも商葉樹林が本来の姿である。現在の新葉樹では20年に1回の伐採と3年に1回の 格差狩りは前提で、それをやらないと維持できない偽物の森である。松にしても、元々条件の悪い山頂部などに限定して、生えていただけのものを人間が広げてしまったのだから、松食い虫の大発生は自然の摂理である。その土地本来の森であれば、火事や地震などの自然災害にも耐えられる能力を持つが人工的な森では耐えられない。 手入れの行き届かない人工的な森は元に戻すのが一番であり、そのためには200年間は森に人間が変な手を加えないこと、200年で元に戻ると主張している。文科生として、藤原一海、大野慶一、中村幸と鈴木真一などの生態学者を生み出している。万里の長城の宮脇プロジェクトで植えられた森1970年後に宮脇方式と呼ばれる。 土地本来の植生をポット内を用いて植える方法による環境保全林づくりを初めて新日本製鉄大分製鉄所で行う。この森づくりの成功によって企業や地方自治体など宮脇方式を取り入れた森づくりが盛んになった。1980年から約10年かけて日本全国をめぐり潜在的な自然植生を調査し日本植生史にまとめた。 1990年から国外において熱帯雨林再生プロジェクトに参加する。マレーシアでは根が充満したポット内を植樹する方法で再生不可能とまで言われている熱帯雨林の再生に成功する。1998年からは中国の万里の頂上で猛虎ならの植樹を行うプロジェクトを進めている。2000年代後半頃から潜在自然植生論に 一定の成果が見られるようになると、自然林と虹林の違い、長所、共存といった総合的な研究が求められるようになった。また、横浜国立大学のキャンパスには宮脇が設計した森林が広がっている。また、神奈川県にある湘南国際村では、市民と企業と行政が一緒に行う共同参加型の森づくり、巡りの森の指導に当たっている。これは、 市民と企業と行政が共に行う、共同参加型の森づくりで、土地本来の木を中心に、多様な樹種の苗木を植えることで、成長が早く、山居虫や雨風に強い森づくり目指すものである。植樹祭は2009年以降定期的に行われており、歌舞伎役者の市川海老蔵氏や、日本テレビの鈴江奈々アナウンサーなども参加している。2012年6月、テレビ、 神奈川社会福祉法人、神話学園の協力による大型プロジェクト、ドングリドリーム大作戦を開始した。神奈川県内のドングリを拾い、約3年間をかけて苗を育てた後、食事を行う。同局の各番組内で紹介され、今後も継続的に活動を行っていく。宮脇方式のミニ森林を設ける活動が、オランダ、フランス、 イギリスなど12カ国で行われている。フランスでは2018年3月に騒音の低減、空気のろ過を目的にパリにミニ森林が初めて設置された。聞いた鍋で潜在自然植生による食事を指導する宮脇明。ありがとうございます。